だよ中島みゆきさんの「空と君の間に」をちょっとどうしてもやりたくてやってみようよあのねあの昔ね足立由美ちゃんがあのドラマでね「家なき子」っていうさドラマでねあの「同情するなら金をくれ」っていうねあの名言とともに有名になった中島みゆきさんの「空と君の間に」っていう曲なんですけど。 この歌詞ねあの知らない人多いんだけど実はこれってあのドラマの中で足立由美ちゃんがねあの犬を連れてるわけ竜っていうねあのワンコと一緒に生きてるわけなんですけどその犬目線でで書いた歌詞なんですよだから中島みゆきさんはね犬の気持ちも分かるよっていうね。犬目線で この歌書いたよっていう,、ね、うん、らあのー、それをね踏まえた上で改めて歌詞を見るとまあ泣けるあの本当にね泣けるっていうかすごいなっていうね「うん、犬ってこんなこと思ってるんだ」みたいなまあね犬ってねいろんなこと思ってますよあの私もね チワはね飼ってるんですけどあの言ってること大体わかる、うん、あのじゃあ今日はこの犬のね気持ちをあの皆さんでね分かち合いましょうじゃあやるよはいやろう「君が涙の時には」 あの、みゆきさんこんなキー高くないと思うんだけど。ごめんね。君が涙の時には、僕はポプラの枝になる。ここは、音程、ピッチだね、ピッチ。ピッチ気をつける、ピッチ。 君が涙の時には、僕はポプラーの、ポプラー、ここ高いから、あのー、注意ね、ここ。注意ってどうするのはい。ポプラーの枝になる、孤独な人につけ込むようなことは、ことは、か。 孤独な人につけ込むようなことは、むよここをブレスしてもいいよね。孤独な人につけ込むようなことは、つなげてもいいけど、難しかったらここでブレスだね。するならここ。言えなくて、言えじゃないよ、ここ。ここは抜くよ。 いい、うん、え、だから、いいえ、とか、喉で切らない、母音をね。言えなくて、君を泣かせたあいつの、君を泣かせたあいつの、正体を僕は知ってた。ここさ、ぶっちゃけね、あの、いろんな人がこれカバーしてて、みんなね、あの、リズムくちゃくちゃなんだよね。だから、好きでいいと思います。<laughs> あの採点とかはやらない方がいいかも <laughs> あの誰の曲のカバーを歌うかによってあのー、多分引っかかるリズムが違う「君を泣かせたあいつの」だと思うよ「正体を僕は知ってた」だと思いますみゆきさんはね、うん「君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた」 もう泣いちゃうよね。引き止めた僕を君は振り払った遠い夜だって。引き止めたけど、あたちゆみちゃん振り払ったんだね。そんな時も、そんな夜もあったよって。なるほどね。君を泣かせたあいつの正体を僕はしい、いいで上がる方は、えー、これ、 あの、気をつける。ポープラと一緒。なかなかね、ちょっと、中途半端なところで上がりにくい。ここ。正体を僕は知ってた。引き止めた僕を君は、君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 は振り、ふ、ふ、ふ,ふ,ふって、口閉じないでね、ホースのように、うわまっすぐ丸く開けるんだってよね。 振り払う引き止めた僕を君は振り払った遠い夜。ここにいるよか。ここにいるよ。愛はまだ、ここは切るよ。愛って、愛っ 愛はってやらない。合唱みたいになっちゃうんで、うん、とインパクトを持たせるために、ここは切ってください。愛はまた、ここに、ここに、いるよ。だ、ごめん。いるよ。です、ここ。いるよ。じゃあ、ここに N だよね。いるよ。 愛はまだ、ここにいるよ。いつまでも、いつまでも、ここ N。で、プツって、待って。いつまでも。まあま、これはおかしいと思うけどね。そなと君との間には、 はい。空と君との間には今日、で、ここ絶対失敗しないで、リズムと、うーんリズムと、リズムもメロディーも、えー、滑舌も。だってタイトルだから。タイトルを歌うときは、もう絶対、そこは外しちゃダメ。 空と君との間には、えっとね、私はね、空で開くでしょ。と君、これ、ごめん、君との、君との、のだ、ここ、との。空と君との間には、あ、いた、 うん、空と君との間には、うん、ここ。ここは絶対開くの。これ全部、ここはおだん、お、おだけども、ここ、あ、あ、あじゃんね。あって、あだんって、響かせる、あの、一番響くんですよ。響かせる、あの、なんていうの響かせる段っていうのうん。 だからあの作詞作曲ができる方ねシンガーソングライターの方っていうのはあのサビにわの、ね、一番盛り上がるところにあのアダンの歌詞持ってくるんですよ「赤沙汰な浜やらは」とかね例えばあの岡本真世さんの「t o m o r とかも「涙の数だけ強くなれるよ」でしょああいう,うにこうにわざとあのね あの段を入れれるるととちょっと売れやすくなる、あのー、響かせやすくなるのでインパクト、えー、表現力そういったものがつけやすくなる持たせやすくなるっていうことであのね売れる売れやすい人の耳にこう残りやすいっていうのかな親しみやすいっていうのかなであのーうん、華やかな印象っていうかね、うん、なので売れる曲って いう法則の中の、まあ、たくさんあるよ、売れる曲ね。と言われるような法則っていっぱいあるんだけど、その中の一つに、サビにアダンのね、あの、歌詞を持ってくるっていうのがあるんですよ。うん。だから、それぐらい大事。口開くことが。縦に開くよ、これ見て、縦に。縦にの台になってるよね。はい。空と君との間には、今日も冷たい雨が降る。 ここのあも切っていいしここなんだったらあのちょっとガーガーってちょっとぶりっこしてもいいよね今日も冷たい冷たいを熱く歌わないでね今日も冷たい雨が降る君が笑ってくれるなら僕 悪の,あは絶対切るの「僕は悪にでもなるです」であんまり「悪っていうインパクトが持たあのをね、えー、持たせにくいのでここは「あにあにでもなる」っていうよ「君が笑って君が笑笑あれ?」「君が笑ってく笑 フィブラードかけて切っっちゃった方がいいねまだあのこれな2番もねあのでさこれさあの2回続くわけここ1回しか書いてないんだけどここ確か2回続くんだよね「あの僕は悪にでもなる」でリピートして「空と君との間には」みたいなこうなってんだよだからねあのここしっかりね ちょっとごめんなさい。犬が寝言言ってる。<laughs> ちょっと <laughs>。こんなうるさく喋ってるのによく <laughs>、普通に寝れるね。かわいいもう。はい。僕は、で、こうリピートでしょそら、ときみとの間には気をむずめない。夢はいくら、僕は悪にでもなる。ちゃららららら、なて。入、は、る、い、あの、なるから、それまでに切ると。 うん。<laughs> 僕は悪にでもなる」はいっていうことでしたじゃあえっ、ー、とちょっとねあの楽しいね中島みゆきはいじゃあそルページュやろっかな音取ってください てんですけど犬うちの子かわい,い遠慮しちゃうなんかじゃあ行きます間違えたもう一回最初から ごめんなさい。ごめんね、間違えと。もう一回や、やらせて。 正解は、みれみれ、どれどれ、みれみれ、どみどでした。はい。っていうことで、また違うみゆきさんもやろうね。バイバイ。